食べない方がいいよ。エイズになっちゃうから。え？終業式の日、僕が飲んだ牛乳に森口先生が。それから直樹が話したことがどれほど恐ろしいことだったか。森口は悪魔だ。直樹、病院に行きましょう。別にいいよ。何言ってるの。直くんが死んじゃったらお母さんは。僕は人殺しだよ。そんな、直くんはただお友達をかばってあの子の死体を。死体じゃない、気を失ってただけなんだ。それを僕がプールに落としたから。え、でもだってそれだってまさか生きてるなんて直くん知らなかったんだから。違うんだよ母さん、あの子は僕の目の前で目を覚ましたんだ。その子を僕は7月、もう誰も修也くんに嫌がらせする子なんていなくなりました。やだ、ただの手紙。誰に。別に出すとかじゃなくて、ただ書いてると気持ちが落ち着くから。それで十分だったの。僕はただ誰かに褒めてもらいたかったんだ。母親もいなくてずっと一人だったから。今まで誰にも話せなかったことを私は修也君に打ち明けました。ルナシーはね、